自分からアプローチして INFJ からお返事がない場合諦めるべきですか？アプローチどうアプローチしたんだろうって思いますけど、今でいう二等兵さんみたいな、もしアプローチの仕方をしてて例えばですけど例えば、ね、いい例がちょっと、はい、さっきあったから、それで言うと、そういうなんかそのアプローチの仕方を変えてみたら返事があるってことは大いにあると思いますね。何ておっしゃいます？アプローチの仕方を変えたら返事がないからダメってわけではないって話ですよ。ああ、ティータ園長さんが言ってたみたいな感じでアプローチしてくれたらちょっと気になり始めるってことは全然あると思います。時間をかけれる相手ってことですね。多分そうですよ。まあちゃんと好きって気持ちを見せろって話じゃないですか。ああ、OK。ちょっと、ね、はい、攻略法はつかめてきました。はい、僕がそこに発揮できないのは悔しいですけど、うん、3年前までずっと仲良くて、しばらく学校のもう急に話になってきましたけど、学校の都合で離れてた人に3年間ずっと好きでしたと、うん、離れてたけど今まで私の誠意は見せれなかったけど、うん、あ、それだったらいけました。あ、いいと思えばね、うん、全然初対面で3年いきなり3年後に来てっていうのは ないよって話ですね。人間はすぐ好きという気持ちにはならない。多分すぐ好きっていうの感じが、はい、まあ、性欲的に取られるって話じゃない、リビドー的な感じってこと、感じじゃないですか。だからそんなのは好きじゃないと思うから間違ってるよって、うん、でもそれもうじゃないですか。だからそこを本当に好きなのか、あ、まあね、っていうのを測ってるって話ですよ。そうね、はい、でも別にそれが必要ないとかっていう話ではなくて、うん、ちゃんと気持ちがあるのか、リビドーだけじゃないのか、はいはい、で気持ちをちゃんと聞くってことですよね、はい、話が長いですよって言ってる広末涼子だったとしても友達からになるんでしょうね、うんうん、INFJ が答えないのは様子を疑ってる最中と、うん、なるほど、うん、INFJ さんの恋愛観は共感できると、え、TJ なのにいやでも結構近いんじゃないかなと思いますけどね、 INFJ と INTJ の恋愛観っていう目とこで見ると、内向直感が主だから、あの F と T の違い、内向直感は一緒、はい、はい、あ、ってことは、あ、時間をかけなければって話ですね、はい、田中太郎さんがね、男性の INFJ の辞任だけども、はい、自分も一目惚れはしないと、うん、好きな人の好みが容姿だったら嬉しいなくらいですと、うん、顔で好きになることないの分かります？ INFJ、うん、そうなんだ。男性も言ってますもんね、こうやって。僕もそうですけどね。本当にこの、まあなんか ずっと僕前から言ってる、言ってますね。この一定ラインより上はだったら OK ですよ、顔、うん、顔だけのことで言えば。でもその上が来るんですよ、 SS クラスが。でそこはこうどんだけこう関係性を積み上げたかどうかじゃないですか。ああ、もう旅夫だからって言って、はい、先一番初めから付き合うにならないんだ。はい、だから一つの要素ですよね。だからこの関係性が同じぐらいとかだったらそっちを取るかもしれないけど、初めての旅夫です。初めての旅夫だったら旅夫って初めての旅夫で通じるんですかね。旅夫って、ね、武力110の人です、ね、はいはい、うん、はい、だったらこう関係性を積み重ねた人の方が、80で武力80の関係性がある人の方が勝つ、はいはいはい、知力100かもしれないじゃないですか。ああ、まあ魅力が豪邸、はい、豪邸ですよみたいな感じです。桃人さんもそんな感じ？私もそんな感じです。中性度とかもあるじゃんわけじゃないですか。両方の中性度はもう当てにならんです。はい、なるほどね。そうで、小学生 VTuber あのちゃんは ENFP の私は出会ってすぐ好きになっちゃうから僕の気持ちが分かると、はいそこから押しまくる、はい、そうなん、そうなんです。そういうのも外交だとですかね。そういう人もいるってことですね。はいはい、はい、自分に接する時の表情とかの方がかっこよさより、ああなんだ、はいめっちゃわかりますね、これは。やっぱ女子あるあるなんですかね。はい、わかんないですけど。表情って何ですか？いや、なんか自意識過剰かもしれないですけど、自分のこと好きだなって思って自分が認識してる異性とか、まあ、恋愛対象の人が、はい、なんかそのすごいふにゃふにゃした笑顔
になるじゃないですか。その桜井さんみたいなミスチルの。ああみたいなみたいな。そうですか。普段はなんかそんなにやらないの。私の前だけこうふにゃふにゃした。あ、そうそうそう。そんな感じ。言葉よりもそっちの方が大事なんだ。でそこに言葉がついてくるとなおとか、その言葉にその表情がついてくるとなおとか、そういう感じですけど。そういうのを見てるよって話ですね。多分そういうところを優先してるって話じゃないですか。その顔の造形よりもっていう、そっちに魅力を感じる。ちゃんと愛があるのかを見てる話です。これ INTP さんにハードル高くないですか。それこそギャップで、INTP こそが、え、こんななんか感情見えちゃったみたいなところに、なんかそこ INTP さんちょっとこだよ。そう、結構自分の感情を出しましょうだと思うんですよね。 INTP とかって出さない感じじゃないですか、うん、あ、下手でも出した方が汲み取ってもらえるよって話ですね、この INFJ さんには、僕みたいに出さなくても、出さなくても出す方がむしろ鬱陶しくて、それは、私の前だけっていうのがあるじゃないですか。他では見せない INTP が INTP ですよ、はい、ずっとなんか宇宙とか宇宙考えてる宇宙か深海か神か、はい、考えてる INTP がなんか私のことを見てこう、もう理論では剥がれないような感じになってるみたいな。美醜は要素の一つでしかない。なるほど、顔だけで恋愛するのは意味はない。それなら推し活してた方がマシ、INTP と。ああ、なるほど。目とか言っちゃいますけどね。あ、可愛いとかって。それと好きは違うって話ですよね。うん。ですね。違う。そっから好きにもなるでしょうは僕常に思ってるんで。そっから好きになるは誰でもなるわけですよ。で、その瞬間に僕付き合ってもいいと思いますよ、多分。そうではない。そこから人間関係を構築していこうって話じゃないですか。っていうことですよね。うん、骨格表情を含めて顔は良いに越したことがないと考える私は欲が深いのでしょう。いや、僕はそんなことはないと思うんですけどね。そうやって DNA の強さやんって、分かんないですけど、分かんないですけど、はい、INFJ が好きになるとか意識しやすくなるのは INFJ 含めた周りへの向き合い方とかの方が強そう、INFJ の人の周りを含めたどう向き合ってるか、ちゃんと人に向き合ってるかみたいな、ね、INFJ さんの世界の人たちにどう向き合っているか、もう分かんないです、ね、人となりっていうことなんだろうなっていう、そういうところが測られてるよってことですね、多分。その人間性を僕ね、やっぱりね、はい、軽いって言われるんですよ、はい、あ、こういうのかもしれないですよ、うん、告白して振られたことが何回かあります、はい、軽いって、はい、言葉が軽いって言われるんですよ、うん、こうやって言えばいいんでしょぐらいの感じ悪くないってって言うんですけど、はい、泣くんですよ俺その時の、はい、ダサいけど、はい、でもやっぱダメなんですよ、やっぱり、はい、軽いんでしょうね、うん、あ、軽く見えるって話じゃないですか、そういう涙も含めてね、そういう涙だからすぐそうやってやってんじゃないのみたいな、なんか普段から好きだっていうアピールを好きだって言わずにやってるみたいな、勉強になります、 すごい気を使ってるみたいな、すごい勉強になります。相手が自分のことを好いてくれるかどうかとかが感じ取れるかが重要だと思う。そんな相手が感じ取れるかなんか分かんないじゃないですか。分かんないっていうか、それが重要だって話です。はい、分かりました。分かる分からないじゃなくて、そうですね、そういう風に見てるって話じゃないですか。だから間違ってることもあると思うんですよ、うん、あとね、さくらさんは INTJ の人の人で、私も言葉をそれほど信じないと、うん、INFJ さんは表情で判断するんですね、私は行動で判断します、うん、森田さんはやっぱりじゃあ人を読んでる感じですか。そう、まあ、基本的にそうですね。だからそれこそ職場の人がどういうタイプとかっていうのを想像するのも、想像しちゃったりするのは、そういう人の行動とかに対してなんでなんだろうっていうのを基本考えてるところから来るのかなっていう感覚があるので、基本誰でもそういう風に見てる。このトーンは好きですけどね。安ニュイだなと思って今、うん、一人ラジオ向きです。ちゃんとあれですよ、話聞いてましたか内容あ、ごめん、だから途中でなんか日本語が難しいとか言ってるかもしれない、はい、いい声だなと思って、はい、すいません。確かに好感を持った人は
表情豊かな方が多いかもしれないです。かっこ NFJ 辞任のあずささん、うん、INTP 笑えますかね。あ、笑、違う、下手でもいいから、そう、笑った方がいいよってことですよね。笑うといいよって話じゃないですか。 そこがまたギャップでよかったりとかで、ちゃんとこの人は組んでくれる人だからと、うんうん、INFJ さんは、はいはいはい、そういうとこなんですよね多分。カルロス・ゴーンが来てくださいました、はい、今あのレバノンの方だと思ったんですけど、はいはい、レバノンから、レバノンから、はい、INFJ ですけど普通の人は自分の本心を聞いても理解できないという感覚が根底にあるので、ちょっとずつ出した本心を本気で受け入れてくれるっていうのが分かると、うんうんうん、この人は特別だとなると、うんうん、INTP のこの人が、はい、多分感情出すなんていうのは苦手なはずなのに、はい、私に対してはこうやってやってくれるとか、なんかこうタイプとかも見てくるって話じゃないですか。この人はこういうタイプだから、上司がこういうタイプだからって、こう周りの人もタイプで、あ、なんかでも今、はい、過去の自分を悔いてます、はい、今失敗したなって、軽かったなって